ニュースポストセブンです。現地がバブル状態です。10月15日釜山万博誘致の祈願イベントとして韓国釜山で行われる BTS のライブ、現地では普段は日本円で1泊約6000円程度のビジネスホテルが約80倍の50万円に跳ね上がっているそうです。30代のファンはホテルから予約が重複しているので宿泊できないと連絡があり、抗議したんですが聞き入れてもらえず、しばらくしてそのホテルの予約サイトを見たら同じ部屋がゼロ一つ高い値段で空室扱いになっていましたと明かしています。ニュースポストセブン。